用意するのはコイン1枚。手を貫通します。はい。あれ、失敗しました。あれ。もう一回やります。まじないをかけると。コインが手を貫通しました。1度目は失敗します。はい、この通り。2回目ですね、やるときに交差させる瞬間にコインを手のひらに入れてしまうんですね。で、あとはおまじないをかけると手を貫通しているというわけですね。キョウカラロボンはコインを使います。ちょっとテクニックが輪ゴムよりもいるやつが多いんですけれども、紹介していきますんでよろしくお願いします。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。